日々のクロマティックディビジョンの方のご紹介をさせていただきます。私の方の今回のご提案をさせていただいているのは、放送システムの中で映像の制作システム、これを中心としたハードウェアソフトウェアの提供をさせていただきたい、そういった形でのご提案展示をさせていただきます。メインにありますのはこちらにありますグラスバレーのスイッチャーでございます。こちら50周年を迎えましたグラスバレーの世界一のスイッチャーをこの日比野の方がご担当させていただくという形で皆様の方にご提供できると。この制作システムのトータルシステムとしてしまして、こちらにあります報道支援システム、それとこちらそちらにあります編集システム、こういったものをトータルとしまして日比野の方が担当させていただけるという今回の展示をしております。ハードウェアにつきましてもこういうスイッチャーを含めてハードディスクレコーダー、そういったものもルーティングスイッチャー、こういったトータルで日比野の方が担当させていただけるということでご提供する方針でございます。映像を伝送する装置ですね、そういったNTT エレクトロニクスの商品も含めまして、取材から送出まで、こういった形でのご提案をしております。以上で、ございます。